はい、皆さんこんにちは。今日は秋田県の鹿角市にやってまいりました。目の前にありますのは鹿角市役所。この町は秋田県の北と東の端にございまして、青森県や岩手県と県境を接したそのような町。そしてこの鹿角市の人口は現在2万8千人ほどでございまして、3万人を割り込んでおります。そして少し移動してまいりまして、こちらが町の中心にございます、この鹿角市の一番のターミナル、鹿角花輪駅でございます。鹿角花輪駅の周辺にこんな感じで鹿角市の中心市街地花輪地区がございます。今回はこの周辺を歩いてみたいと思っております。こちらの駅には JR の花輪線が通っておりまして、花輪線の由来ともなった鹿角花輪駅、そしてこの駅は東北の駅100選にも選ばれておりまして、1日の乗車人員は約200人となっております。しかしこちら鹿角花輪駅前のロータリーもなかなか立派。どうでしょう、この鹿角市人口は3万人にいかないにもかかわらず、この花輪地区はなかなか栄えているような感じがいたします。まあということは鹿角市の人口のほとんどがこの花輪地区周辺に住んでる、そのような感じでしょうか。町の中心には国道282号線が通っております。この鹿角市の商業地域もこの国道沿いに集中しておりまして、かなり賑やかな通りとなっております。ご覧のように車の通りも非常に多い。こちらの鹿角市、内陸にございますので年間の最高気温と最低気温の差が非常に大きく、夏になりますと真夏日も観測しますし、真冬の時期にはマイナス20度を観測する、そのようなこともございます。こんな感じで冬は寒さがとても厳しく、秋田県内では最も早い段階で雪が降り始め、そのような気象条件で山もあることから町の中にはスキー場がございます。またこちらの鹿角市、現在は秋田県でございますが、江戸時代までは南部藩の領地、どちらかというと岩手県と文化が近いのでございます。こちらには昔の中心通り、いやーなかなか大きなアーケード、これはちょっとびっくりしますよ。この感じは人口はわずか2万8千人ほどでございますけれども、なかなか立派な商店街。食文化で言えば秋田を代表します郷土料理きりたんぽ、鹿角市はそのきりたんぽの発祥の地でございまして、また昔は南部藩でございましたので南部せんべいもよく作られておりました。しかし花輪の町がここまで大きくなった理由は、この周辺にございます日本を代表する鉱山、長利沢鉱山があったからでございました。長利沢鉱山というのは約1300年前に見つかった鉱山でございまして、こちらの鉱山が有名なのはその鉱山で採れました金が
平泉の中尊寺金色堂や奈良にあります奈良の東大寺の大仏、そちらにも作られた記録がございまして、まあそのようなとても歴史のある大規模な鉱山のお膝元に位置しますこの花輪地区は、鉱山で働きます人たちの生活を支え、鉱山で必要な道具などを作りまして、このように昔から発展してきたわけでございました。また昔この辺りには花輪建て、まあ昔の要塞お城でございます花輪城があったそうでございまして、かすかではございますが昔の土塁などは残っているようでございます。そしてこちらには有名なお祭りがございまして、日本三大囃子にも数えられます花輪囃子、この鹿角市の代表的な民族芸能でございまして、もともとはこの地域にございます神社の祭典でございました。いやー、そしてこちらには朝市が開かれておりまして、鹿角市民の方がたくさんおられております。この辺り昔の町並みが少し残っておりまして、いやー、これはなかなか貴重な建物、こちらには少しアーケードのようになっておりまして、これはこの雪国独特の小見世という昔の屋根、通りについてあります屋根でございまして、大変貴重なものでございます。いやー、しかしこの鹿角地域、なんと言いましょうか、秋田県内の主要な都市からは結構離れておりまして、交流があるのは岩手県や青森県のすぐそばにある町、町の中からも見えておりますあちらの山のずっと奥の方に、この町の発展を支えました長利沢鉱山がございます。いやー、山並みも非常に美しい。